アリアです。ゆずはです。ピンクラテ TB 始まるよ、はい、イエーイ。はい、今回はアリアとゆずはの詰め箱の中身紹介です。イエーイ。それではどうぞ。じゃあまず私から紹介していきます。私の筆箱はこんな感じです。クリアになってて、でここはちょっとなんだろう、抹茶グリーンみたいななってます。これはね、スピンズさんで買いました。結構前に買ったからもうちょっと汚れてるんですけど、でもね、クリア今も流行ってるし、このグリーンがね可愛くて好きです。はい、じゃあ中身はですね、まずみんな大好きマッキー、この細いのがいいですよね。あとみんな大好きこのピットピットスティックして、みんな大好き消しゴム。これはね、無印の消しゴムだったんですけど、私中学生でそのテストとかでその消しゴムの蓋が文字書いてたらダメなので、この取りました。で黒ですごくいいです。すごくね消しやすいんですよこれ。無印さんの消しやすいですよね。ね、消しやすい。で、無印のなんだっけこれ、シャーペンです。これがなんかちょっとクリアになってて、でこれが半透明になってます。でこれ多分 0.5 かな、 0.5 なんですけど、私今までシャーペンとかはクルトガとか高いの買ってたんですよ。もう800円ぐらいするやつ。でもこれ100円もしないんですよ。コスパ最強、しかも書きやすい、最高。あれよく壊すからもう安いのでいいやと思って、しかもなんかシンプルで可愛いし、だからね私はこれ使ってます。はい、でハサミはですね、これ折りたたみなんかハサミなんですけど、なんかペンぐらいの細さでめっちゃいいんです。でも可愛いですよね、ミニちゃんのハサミです。あとはシャーペンの写真 0.5B です。これ使いやすいですよね。ね、 0.5 めっちゃいいよ。あとは折れた定規、ちょっと折れちゃった定規ですねちょっとね、本当に何で折れたか分かんないんだけど折れちゃったのよこれ。でもこのなんだろう、パステルピンクが可愛くて、まあ、定規ももうここのまっすぐがあれば使えるんでここはいらないから使ってます。これはお友達にもらいました。最後は一番気に入ってるこの鉛筆型のシャープペンシルです。これはねミントグリーンの色なんですけど、このグリーンが筆箱のグリーンとちょっとマッチしてるなと思って入れてました。しかも可愛いんですよ、なんか鉛筆っぽくなってて、ここになんかねアイスクリームみたいなロゴも入ってるし、これすごい可愛いなと思って。私はシャーペンなんですか。そうシャーペンなの。めっちゃ可愛い、お気に入りです。これは最初ここが金色だから金色の色鉛筆かと思いました。あー確かに金色、ここはね金具だよこのパステルカラーマジ可愛い。アリアの筆箱の中身はちょっとピンクとあと緑で統一されてますね。以上アリアの筆箱の中身でしたじゃあ次はゆさちゃん。はい、ゆずの筆箱は近くの文房具屋さんで買ったんですけど、ここが透明で、おいいね、かわいい。このハサミは無印さんで買いました。いいね、そのハサミめっちゃ使いやすいです。うん、ちっちゃいし。定規はもらったやつです。ピンクラテって書いてあるね。はい、で、中は私まだ小学生なのでシャーペンは持ってっちゃダメなので鉛筆5本4本。この鉛筆なんかすごい優等生っぽい鉛筆じゃないですか私が小学校の頃なんかもうちゃっちゃのついた鉛筆使ってましたよ。わかるかな、売ってないのかな今。なんか売ってるんですけど、そう見てこんなの使ってるの、なんか学校でそういうのがダメで、うん、あ、そうなんだ、優等生なんだいい学校なんだね。 HB にしてるんですけど、うん、本当に B じゃないとダメなんですけど、ね、あ、そうなんだ。で、消しゴム、これは無印さんの白バージョン。うん、白もいいよね。赤、青、青。あ、バリもボールペン入れるの忘れた。でもいつもは赤のボールペン入れてこれは、僕100均で買ったんですけど、うんうん、めっちゃ書きやすくて、3本入りで使い分けてます。おー、いいね、マーカーペンか。はい、うんうん、で、これは大事な場所に丸つけたりしてます。これ無印さんです。それ何色なの。なんか、あんず色です。あんず色、こんな感じ。あ、これピンクだからか。あー、めっちゃあんず色です。マーカーペンなんだねこれは。はい、かわいいね、鉛筆3本。でも結構少なくない？アリアが小学生の時なんかパンパンに入れてきたよ
結構なんか優等生な筆箱でしたね。もっとチャラチャラしてるかと思った。ちょっと偏見だったけど。すごいなんか筆箱面白いってなんか優等生。いやいやいや。なんかねシンプルでまとめてあってね可愛かったですね。マリアもねクリアでねちょっと可愛いですよね。可愛いですよね。はい、でこんな感じで中学生の筆箱と小学生の筆箱でした。ぜひね中学生小学生の方参考にしてみてください。じゃあね参考にしてね。もしこの動画がいいと思ったら高評価チャンネル登録通知オンよろしくお願いします。バイバーイ。